皆さんはこんばんちゃです、パパスです。今日は VWE25 キャラバンさんのテールランプの急の買い方ですね、お社長にやっていってもらいたいと思います。お願いします。はい、今回左側ですね。はい、まずこれ硬かったら遠ミリで、はい、柔らかかったらまあデカプラ、デカプラでね。2箇所です。で、はい、どこに刺さっているのかと言いますと、これです。これはまあ2箇所、ごついピンじゃないから、はい、簡単やな、ね、はい。ブレーキは下やね。ブレーキは下、うん、だからまあバックウインカーやな。はい、左に回したら、はい、見てます、うん、引き抜くだけ。まあ、引き抜いたとこもう一回見ます。まあ普通に刺すだけね。つけるのは刺すだけ、引き抜いて、はい。回るかな。お、2回かな。9は12V、21の 5W、よいしょです。今はないけど、はい、昔ここが接触量、この端子が中に入りすぎてとか、あ、そういうことね、うん、そして、うん、これ多分マークがあったんちゃうかな、うん、多分ここに切り欠くマークはどっかにあった、あったのかな、ないな、うんうん、まあ入るとこで右に回したら、はい、で、はい、ここを先でこっちから行こうか。ちょぼうね、うん、ここを先に、うんうん、見えてる、見えてる、うん、入った、うん、で、コンコン、はい、で、まあ、閉める前に一回確認しようか。はい、スモールやって、うん、ブレーキ OK、 ええよ、両方ダブルで OK でしたね。はい、後ろでバイバイします。もうちょっと分かりにくい。はい、今日はこんな感じで、キャラバンさんのですね、トップランプ球かを変えていきました。よかったら皆さんも作業の参考にしてください。お願いします。では、いいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。